イエーイ、みんなこんばんは。皆さんこんばんは。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 何それ。テンション高いな、ロイズ。まずは皆さんに説明しなくちゃいけないことがあるんだね。そうそうそう。今回はマリナスさんとのコラボ配信を予定していたんだけど、急遽2人で配信することになった。楽しみにしていた人たちはごめんね。ごめんね。ごめんね。でもでも、コラボ、コラボはコラボ。コラボはいつかやるから。みんな、その時を楽しみにしていてね。イェイ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 。それでね、今日は盛り上げるためにゲームを用意したんだよ。ゲームなの？ゲーム？2つも用意したんだよ。おお。1つ目はね、題してアイドル意識調査。意識調査？そう。どういうこと？意識調査意識調査。アイドルたるもの、チームワークが大切。チームワーク。これから問題を出していく。相方と、つまり僕とローズは答えを合わせるように回答をしなくちゃいけない。例題ないかな？ちょっと聞いてみる。赤い食べ物といえば赤い食べ物といえば、せーの、トマト。イエーイ。なんか簡単だね。なんでトマト？なんでトマトだけじゃない？それはね、ローズを見ればすぐトマトが思い浮かべる。こうじゃなくて、多分こう。で、草ついて。草、じゃあ僕、草の役を。何それ。マジ、今日はどうした？もう今日はダメだ、もう帰る。おい、ダメだ。問題出して。ディブドルのダンス曲と、ダンス。メカ、私の目を見て、見て。わかった。じゃあ踊りでね、踊りで答えを出そう。オッケー。せーのでね。せーの。せーの。ラララ。辛い。何かな。辛い食べ物といえば。あー、なんか唐辛子出してる人。あと火鍋も。あ、来た。おい、答え言ってんじゃない。言ってないよ。ほい。あ、ちっちゃい。これ甘いものだからね。あ、甘いもの好き。誰？あんたじゃない。じゃあ答え出たね。そうだね。そうだね。今回こそ。OK！ 絶対。OK だな。大丈夫だ。せーの、もし。よっしゃー。イエーイ。これでも正解しないならもう、そうだね、本当にやっていけないよ。なんか玉も。自分なら食べそう。しかも食べた後、いや私じゃないわよ。ドン。メンバーの中に一人魚類が魚っぽい人。魚っぽい人？せめて水と関係あるから。アヒルといえばカテア。そうそうだ。でも魚っぽい人といえば誰だろう。笑い方が、卵の笑い方がキョ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 。じゃあ最初のあれに行こう。あれ、水と関係のあるって言ってた あの人。 OK ね、わかったな。わかったわかった。せーの、カディア。よっしゃ。本当はね、あの魚っぽいか魚っぽくないかはどうでもいいよ。そうだね。じゃあ2つ目のゲームは何？知りたい？あー、特に知りたくないな。記憶力ダンスゲーム。記憶力ダンスゲーム？そう。何のゲーム？知りたいでしょ。あー、知りたい知りたい。これでアイドルたるものダンス力も知ってよ。ここではダンスと記憶力を使ったゲームを行う。記憶しりとりの要領でリズムに合わせて一人一つずつ振り付けをつけていく。順番が回ってきた人は前の人がつけた振り付けまでを踊って、それにさらに振り付けをつけてください。だそうよ。なるほど。イエーイ、来た。やはイエーイ。今日の髪型何久しぶりの。本当？前回はあのポニーテールだった。そう。君のこと見てないから知らないよ。おい。じゃあ行くよ。行きましょうか。じゃあローズから。
難しい。もうまあ負けを認める。ワン、ツー、スリー、フォー。なんで最後僕の加えるの忘れてた。これで負けた方がもう負けっていうこと。わかった。1、2、3、4、ワン、ツー、スリー、フォー。イエイ。これだけ？そう、これだけだよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。ほい、ほっほ、ほい、ほっほ、ほい、は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 、ドン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 。あたで何？ワン、ツー、スリー、フォー。最初あ、思い出した。早くない？トン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 、早いんだよ。自分の自分の自分の踊り、自分の踊りをフリースターだったよね。フリースターだったね。登りつけだよね。なんか意外このゲームはあのダンスじゃなくてなんか記憶力じゃない。記憶力となんか他にいろいろが必要だね。そうだね。僕に向いてないんだよそういうの。正面二度とこういう問題出すなよ。じゃあ僕の負けだね。ああ疲れた。確かに記憶魚並みの記憶力覚えられないんだよ。でもジャージで意外とかっこいいんだよ。そう、私ジャージのが好き。なんかあの私たちのなんか服は全部あのスカートじゃない？あじゃあでもなんか私の動きはちょっと大きいから。なるほど、スカートはあまり、うん、じゃあでもハピネスもあれだね。あでもハピネスは私2人だけ。そうだね、うん、僕とローズだけスカートじゃなくてなんか動きやすい。そうイエイイエイ。なんかローズは髪束ねない方がいいよ。あ、そう？ありがとう。僕はかわいそうよ。髪型はこの一つしかないよ。何？びっくり。仲間？なんかスカート。スカート、スカート。スカートがなんか。スカートない、ないんじゃない？この服。スカートっていうかこれだな。ああ、そう、それ？そうそうそう。ここの。なんか二人のデザインはちょっとだけ違うか。そうだね。あ、ここ僕はこの横線はこういう感じ。でもローズはほいほいっていう感じだね。そうだね。あと私のへそがない。あ、か隠されているね。僕はちゃんと出してるよ。見るな。見ろ。あ、やはー。イエイ、やはー。オッケー。イエイ、座ってやりましょう。なんかずっとこのそうだね。ここを出したままだとまずいな。なんかさっき踊ったらなんかちょっとテンション上げた。ここに来て息が合わない。あ、そうだね。さっきローズは見るなって言って僕は見ろ。それな。誰？急に男性が。それな。それな。それな。じゃあこういう風に喋りましょうか。私は美少女だ。本当。こんな美少女見たくない。あ。お、この曲が流れたってことは。早くない？もう終わりの時間だな。そうだね。僕はイケメン申しだ。皆さんまた会う日まで。私は美少女ローズだ。みんな今日はありがとう。何それ。不思議な。こんな美少女見たことない。私は美少女だよ。違うよ。君も美少女じゃない。オッケー。じゃあみんな今日ありがとう。ありがとう、見てくれて。では楽しかった。おやすみなさい。おやすみなさい。イエーイ、ありがとう。バイバイ。せーの、動画を見てくれてありがとう。私たちはバーチャルアイドル育成プロジェクトリブロードで最高のアイドルを目指して日々奮闘しています。もし僕たちにちょっとでも興味持ってくれたなら YouTube のリブドル公式チャンネル登録よろしく。歌やダンスだけじゃなく
生放送とかも見れたりする。私と直接触れ合えるチャンスを見逃すんじゃないわよ。そうそう、だからプッシュ通知もにしてくれ。そして私たちを応援してくれると嬉しいです。ではまた動画で会いましょう。